自然農の試行錯誤が続く中、川口さんを支えたのは妻のひろこさんでした。出会いは川口さんが34歳の時、芸術を通してです。芸術に本格的に取り組んでる時に、最初は洋画で、そのうちに調査の世界、それから日本画を日本画も取り入れたので、日本画は少しこう三河を解くとか、いろいろな基本の技術的なことがいりますのでね、浅井カルチャーセンターに京都まで行ったんです。でそこで知り合ったあの子と結婚してますんだけども、その子もそこに来てて、第一印象はね、僕と正反対の性格なんですよ。明るいのと言葉が多くて、全然ね、性格は違うなって。よかったのは、そうですね、合唱をやってたんですよ、歌を。で僕、歌聞くのが好きでね、その展覧会を見に行った時、縄文時と弥生時の展覧会を見に行った会社の京都の植物園に綺麗な花を咲く時期だったのに行ったんです。そこでね、歌を歌ってくれたんですよ。でその歌を聞いた時にね、いや、この子と結婚したいなと思った。それで生かされると思ったんだよ、僕。その時にそういうことを感じたんですね。歌が好きだったのと、それと心を楽しくさせてくれる歌だったので。1976年に二人は結婚。川口さんが自然農に取り組むより少し前のことでした。しかし結婚後間もなく、ひろこさんに問題が起こりました。結婚して半年目に大きな病気があるで、子宮筋腫があるので、びっくりしたというか、それを聞いた時に僕はもう谷底に落ちましたね。崖っぷちに追い詰められたんじゃなくて、谷底に落ちた。もう呆然としたの、なんていうかな、現実のことがすっかり消えてしまって、そして谷底に落ちてて、もう塔に暮れてる。あちこち病気を治してもらいに行ったんだけども、全然治してもらえなくて、で即刻手術だって言われてね、病院には3度行って、3度も即刻手術だって、一つの病気の足であちこちさまよって、誰も治してもらえないというので、一番最後に行ったのはね、鍼灸師さんなんですよ。そこで1年間鍼灸の治療を受けて、でそれで赤ちゃんを宿らないと言われたのが嫌だったんですよ。 でまたまた折々に病院に検査に行ったら、嫌だったけども育つはずがないって、即刻手術しないと、手術するには子宮ごと切らなあかんということなんだけど、でもそれもしないで、またまた、それでいて育ったんですよ。出産、嫁月10日、出産期を迎えたんですよね。だからもちろん出産期を迎えて、もう病院では見てもらえないことは分かってますので、鍼灸師さんにお願いして、鍼灸師さんのお父さんは西洋薬の産婦人科のお医者さんだったそうなんです。でそこに働いておられた赤さんぼさんにお願いして、家でお世話になれることに商標を取ったんです。でさんぼさんに、カウンさん見てあげるけれども、これだけの大きな筋腫できてたら、出産時に大出血して、かつては一人だけ死んだ人がいるんだって、私にたくさんの人を取り上げてきたけども、だからお医者さんを後ろに用意しておいてほしいって、その時に備えて、で頼みに行ったんですよ。そしたらそんなのとてもできないで、だこんな状況ではもう即刻手術にしないといかんけども、手術すら難しいで、研究材料になるから、大きな病院に行ったら研究材料になるよって、そこに行くようにと言われたんですよ。で僕それも嫌なので行かないで、で三馬さんに、大出血した時は漢方薬で止めることをある人から聞いてきたし、それから大出血して死んでも一切問いませんので、お願いしまして、問い詰めませんので、で来てもらったの。
難産の末、娘さんが無事に生まれました。もう一番は広く死なせたくないという。そして今どうしたらいいか、死に取り組む。何が何でもという深い思いがあるから。ですから必要な人に出会うんですよね、みんな。その最後の鍼灸師さんも産婆さんも出会って、で助けてもらったわけでしょう。で救われてきてますね。娘さんが生まれた年から川口さんは自然農に取り組みます。ひろこさんは米作りがうまくいかない中でも自然農に反対することはありませんでした。ひろこの病気を治さないといけないね。で僕も病気を治さないと、再びからさらに体を損ねたくないという思いがあるでしょう。それで自然農はもちろんそれは体にいいということもひろこも知ってましたので反対はないんですよね。ひろこはもうそれには大いに賛成で、で反対することはなく、栽培の仕方においてはひろこは答えを出せないし、わからないしね、僕に沿うという。でそれのところではね、基本的には沿ってくれてると言いますか、私そんなやったら嫌だって、もっともっと収入のある人と再婚するとか、そういう選択はしないですよね。それのところはね、基本的には生活の在り方とか人生展開のところはね、沿うという。沿ってくれるって反対しないって、それはありましたね。